各県内の23市町、それぞれ回らせていただきました。熊野町にはですね、22年の、10月にお邪魔をさせていただきました。で、2回目はですね、熊野の場合には広島市と一緒の形で、開催をさせていただきました。で、3巡目にですね、もう一度今、23市町、それぞれ回らせていただいているところですけれども、これまでにですね、合計400名を超える方々の、ご意見を発表して、いただいて、この参加いただいている皆さんですね、これも、5000人を超えてるのかな、5000人を超えるですね、皆さんに、参加をいただいておりまして、まあ、本当にですね、まあ、いい会に座ってきたかなというふうに思っています。いただいたご意見も、私、まあ、味噌だるというふうに言ってるんですけど、まあ、一つ一ついろんなご意見があって、それぞれ、まあ、こっちの意見も、あっちの意見もあってするんですけども、まあ、このご意見は、もうもちろんなんですけども、それを、やっぱり、こう、一つの樽に入れてですね、まあ、県政の基本というか、まあ、そういうふうにさせていただいているところでありまして、まあ、美味しいお味噌もできつつあるかなというふうに思っています。で、今、今回、行ってますのは、それぞれの市や町で、こういろんなことに挑戦をしていただいているですね、その町民、市民の皆さんのお話を伺うというスタイルでやっております。で、これがですね、まあ非常に、まあ終わったら皆様お分かりいただけると思うんですけども、まあ非常に元気が出るお話がたくさんあってですね、あ、いっぱいいろんなことを、挑戦して、で、新しい、こう、力をね、生んでる方々がいらっしゃるんだな、というふうに、思います。まあ今日もその話を、お話を楽しみに、まあしております。これから70分ほどになりますけれども、お付き合いをよろしくお願い申し上げます。で、今日のこの開催にあたりましては、三村町長をはじめとして、熊野町の、熊野町役場のですね、皆様方にも大変お世話になっているので、まあ、この場をお借りして、御礼を申し上げたいと思います。それでは、早速になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。湯崎知事、ありがとうございました。湯崎知事、壇上の席にお移りください。それでは本日の辞令発表者の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは、壇上にお上がりください。どうぞ。それでは、ご紹介してまいります。まず、100年以上続く筆作りへの伝統を引き継ぎながら、時代に合わせたより良い筆作りの進化を目指して挑戦されている、実森誠一堂の実森正樹さんです。熊野町のスポーツ振興に努めるとともに、スポーツを通じた地域コミュニティの活性化に取り組まれている NPO 法人熊野健康スポーツ振興会職員の大利千恵さんです。地域の伝統工芸品である熊野筆の知識を深め、高校卒業後も熊野筆応援団となることを目指されている熊野高校3年生の平田海さん、三島萌さん、2年生の中村美里さんです。郷土熊野に誇りを持ち、それぞれの学校で伝統文化の継承に取り組まれている熊野中学校3年生、内野弘樹さん、熊野東中学校3年生、内藤智也さんです。どうもありがとうございました。辞令発表者の皆様はお席にお戻りください。ここからは湯崎知事にコーディネーターをお願いしたいと思います。それでは湯崎知事、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお願いいたします。それでまず、まあ、今ご紹介あった通り、4組の皆さんに今日発表していただくことになっております。で、それぞれのですね、地域であるとか、職場、あるいは学校で、まあ、いろんな挑戦をしていると、いろいろ積極的な活動をされているという方々であります。
で、最初に発表いただきますのは、実森誠実堂の実森正樹さんで、あります。で、改めて、実森さんをご紹介をさせていただきますと、実森さんは大学卒業後に家業を継がれて、4代目筆職人としての道に進まれたということであります。で、100年、余り続いてますこの筆作りの伝統を引き継ぎながら、時代に合わせたより良い筆作りへの進化を目指して日々取り組まれているということであります。また今年の2月にはですね、熊野筆の伝統工芸士、これは国の認定制度ですかね、伝統工芸士としては、最年少で認定を受けたということであります。今日の発表のテーマは、伝統的工芸品、熊野筆の伝承について、であります。それでは実森さん、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。実森誠実堂4代目、実森正樹です。本日は、大変大変緊張しております。もう本当トップバッターなのでかなりプレッシャーがあります。よろしくお願いいたします。まず熊野筆について少しお話しさせてもらおうかと思うんですけども、熊野筆は、江戸時代の末期にですね、始まりまして、現在まで、ずっと続いてきております。その中にはですね、やっぱり大変な時代もありましたし、まあ、筆が出ない時代とかそういうふうな時代を経て、現代まで、続いてきております。そうした中からですね、筆作り、初期の技術を生かして、化粧筆、画筆といったものも、できてきました。で、現在は、初筆、画筆、化粧筆、すべてにおいて、全国シェアの、80% 以上を、熊野で生産しております。あとですね、熊野の筆に、何らかんら携わっている方も、2500人、これは熊野の人口の10分の1の方に当たるほど、携わっている方が、いらっしゃいます。そうですね。でも、昨日、ちょっとあれなんですけども、うちに、電話がありまして、その方は僕も全然面識のない方で、突然の電話で、実森という名前を筆を作られている家だというのを知ってて、ちょっと電話かかったみたいで、熊野っていうとこはすごいんですねって、もともと熊野に私住んでたんですけど、今はちょっと県外の方へ、出てまして、やっと熊野の良さというか素晴らしさが分かったと電話がありました。内容は、熊野で全ての筆ができてしまう。例えばその、北尾、あと軸、あと筆に対するキャップとか、あとは紙箱とかですね、あとナイロンの袋ですね、筆を入れたりする。そういうものも全部熊野でできてしまう。ほんと素晴らしい街だなって。で、私はそれ、この人何が言いたいのかなっていうふうな感じに思いまして、筆が欲しいのかどうなのかも分からず、どうしちゃったのかなと思いながら、はーってぐらいしか答えようがなくて、でも一方的にそういうふうなこと言われて、なんか満足されたのか、ありがとうございました。って言われて、はーはーはー、いえいえ、こちらこそありがとうございます。っていう感じで応対しまして、電話を切られました。私もね、そう言われて、あ、そうだな、熊野っていうところはすごいところなんだな、と。そんだけ筆がね、ちゃんと、できていける街っていうのをですね、しみじみちょっと感じました。でもですね、これが、もし熊野の筆が実際売れなくなったりですね、よその産地に取って買われた場合は、やっぱりこう、筆自体そういうふうな形でできてな、来なくなります。だから一つのね、そういうふうなところが欠けてしまうというのはかなり怖いことです。そうならないためにも、しっかりですね、考えて、それこそまあ、個人もなんですけども、町ぐるみで、そういうところに取り組んでいかないといけないのではないかなっていう時が、今来てることだと、私思っております。
まあそういう分のちょっとその一環で、平成18年に熊野筆の統一ブランドマークっていうのが、制定されました。これによって、まあ、熊野筆をブランド化、よその筆との差別化ですけども、そういうふうなことをしていこうという。まあ、あとはですね、これはシールになってるんですけども、一個一個にロットナンバーがついてありまして、どこから、筆組合の方に問い合わせると、どこで筆ができたかとか、そういうふうなことをすぐに分かるようになっております。やっぱりこれはお客さん、買われる方に対しての、まあ、信用とか、そういう分のためで、まあ、熊野を守るための、マーク、シールだと、私は、思っております。下にある分は、有名な、まあ、伝統工芸品の、マークなんですけども、この分は、ちょっとまた違いまして、100年以上の歴史がある材料と、技法で作られたものだけに、使われるシールというか、マークであります。まあ、こうしたものでも、日本のいいものを残していこう、伝統工芸品を残していこうというふうな、国への、まあ、そういう考えから、生まれたものだと思います。続いて、ちょっと今度は私の方に入っていこうと思うんですが、初代、実森四郎、私のひいおじいさんなんですけども、明治40年に、佐工場として、創業いたしました。で、二代目森と三代目安弘、私の親父ですけども、で、私が平成9年に、おじいさんの森とに、弟子入りいたしました。最初はもう大学卒業してすぐ、弟子入りしたんですけども、大学3年生の頃に、どうしようかな、帰ってやろうかな、やるまかな、いつかしないといけないな、っていう気持ちはあったんですが、ちょっと車の方にも興味がありまして、まあ、こそこそと、就職活動をしておりました。まあ、一応、車のディーラーさんに何々っていただいてたんですけども、ちょっとまあ、その辺は、ちょっと、一年間ちょっと考えさせてくれっていうことで、筆に行くべきか、どうするべきか悩んだんですが、まあ、先々のことをいつかはやろうと思ってたんで、早い方がいいと思いまして、卒業と同時に、家業を継ぐことを、決めて、現在までやっております。で、まあ、ずっとですね、まあ、始めた頃、本当大変だったんですけども、どういうふうに、筆が作られてる現場は見てたんですけど、実際自分がやってみると、すごく難しいもので、まあもうなんでこんな道に入ったんだろうかなっていうふうな、何度も思いました。で、苦戦してる私を見ておじいさんが、毛に負けちゃいけんとかって、毛に勝たんといけんっていうふうな言葉を何度かかけられました。そうだなと思いながら、頑張って、今までちょっと毛と格闘してきました。結果、今回ちょっと伝統工芸士の試験、お受けさせてもらって、なんとか合格することができました。で、まあこれでもですね、まあ若いんでちょっとどうなのかなと思うんですけども、やはりちょっと若いうちにやらないとちょっとね、目立つじゃないですけども、頑張ってやっていこうと、感じて、まあ生意気かもしれませんが、受けさせていただきました。で、また今度は伝統工芸士としてですね、動いていく場面も増えてきますので、そういうところでもですね、少しでも熊野筆を盛り上げていければいいなと思っております。で、私が今、やっている家での仕事なんですけども、普通のこれは書道用の筆なんですけども、そういうふうな基本的なところをおじいさんから学んで、で、その後、こうした特大筆、こういうのも制度しておりますんで、こういうのは私の父の方から、習いまして、この二つでちょっとまあ、定番商品というかそういうのを作りながら、やっております。あと、これが特殊筆と言いまして、まあ、特殊というかちょっと軸がですね、分裂するようにできているんですけども、これは今ちょっと有名になっている書道パフォーマンス、
書道ガールズとかがよく使ってるような、それ用に作った筆です。結構遠征とかが多いので、使いやすいように、こういうふうな分裂式に、作って、まあ、少しでもね、便利で、持ち運びいいような感じで、塾職人さんと考えてやっております。で、あと、これは筆ストラップで、湯崎知事さんにも、前回の宝探しでプレゼントさせてもらったんですが、今日もつけ、ありがとうございます。で、これもですね、やっぱり筆を使わない人でも身近に筆を感じていただこうと、ずっとですね、もう結構作ってるんですけども、今でもまあ、ぼちぼち出ております。で、あと誕生記念筆、こういうのもですね、まあ、赤ちゃんだけでなく、今は犬とかペットとかの毛でも、記念筆を作ってほしいっていう方が、増えておりまして、そういうふうなニーズにも対応するように、やっております。で、つい最近ちょっと不景気になって多くなったのが、筆の修理。で、あとはリメイク。特に大きな筆をうち扱っているもので、こういうふうなもう使って、筆の軸の中に入っているとか腐るんですよね。そういう腐るところをなくして、まあ、使えるところだけ筆を作って、直して、また返すというような形もやっております。あとは全然、傷んでない筆でも、それを2つにしてほしいとか、そういうふうな、リメイクとかの要望にも応えてやっております。で、あと私の活動なんですけども、伝統的工芸品公募展、まあ、大阪工芸展も出したりするんですけども、こういうふうな、展覧会にも、出品して、日頃は、自分の好きな筆というか作ってみたいなっていう筆よりは、そういう注文いただいた筆、定番商品を作ってますんで、どこかで自分の腕試しをしたいなっていうふうなところから、ですね、これは平成16年から、ずっと出し続けております。結構私なりに毎回毎回これは絶対入賞だなと思って出してるんですが、未だに入選止まりで、で、これ筆の里工房さんの方に展示していただいてるんですが、いつかね、入賞して、その入賞プレートをね、つけていただければいいなと思いながら、まあ、頑張ってこれからも出し続けようと思っております。このケースの中には、なでしこジャパンで有名になった、ここに赤いのがちょっと出てますけども、あれが化粧筆、それと一緒のケースの中に入れていただいて、本当光栄に思っております。皆さんもぜひ公募の方行って実物を見ていただければと、思っております。で、あとですね、これは今筆作り体験ということで熊野の、小学校、中学校とあと高校の書道部の生徒さんにはやっていただいてるんですけども。実際、ちょっと熊野に来れない方とか、まあ、ちょっと遠い方はね、なかなか熊野に来てできないんで、こちらから出向いて、筆作り体験を、しようということで、今回これは京都へ行った時の、写真なんですけども、まあ、皆さん、書道の、高校だったかな、の先生のグループなんですけども、書に関してはいろいろ知っとってんですけども、なかなか筆に対してあんまり理解されてなくて、筆を通じてね、こういうふうないろんな、どういうふうに使えばいいんですかとか、筆の洗い方どうですかとか、いろんな細かいことを、聞かれて、また筆に対して少し理解していただいたんじゃないのかなと思っております。で、最後に皆さんが言ってことがですね、ああ、これから筆を大事にします。いや、本当いいお話聞きました。いい体験できました。言われたんですが、あんまり大切にしてもですね、筆が売れなくなるんで、先生、ほどほどにしてくださいと言って、京都後にしました。これはですね、今ちょっとブログというものを2年前からやっておりまして、このキャラクターみたいなのは僕そっくりに作ったつもりなんですけども、似てるかどうか、僕ちょっと似てると思うんですけども、こういうブログを通じて、情報発信をしております。まあ、何をしているかって言いますと、まあ、日々の私の仕事での出来事とか、まあ、あとはそういうできた商品みたいなものをですね、ブログに載せて、配信して、おります。ですけど、まあ、
多い時には400アクセスぐらいいただいてですね、やっぱりそこの中には筆に興味がある方も結構おられて、いろんな、ご意見とか、あとはどういうふうに筆は作られてるんですかとか、私筆職人になりたいんですとか、そういうふうなコメントとかそういう書き込みがあったりするんで、まあそういうことも、答えたりしております。まあそうですね、まあそんな感じで、やっております。あとFacebook も、やっておりまして、情報ですけど、まあ簡単な私が作った筆とかそういうふうなものを載せたりしています。でですね、いつだったかな、おとといですね、ちょっとそのフェイスブックを通じて熊野筆のを愛好されている方から、メッセージが来まして、ですね、そこには、ですね、私事ですが、タイトルを書いた映画がカンヌ国際映画祭に入選しました。世界が舞台、カッコ笑い、カッコ閉じる。頑張ります。なんかそういうふうな、コメント来ました。それもやっぱり熊野筆で書かれたんだと思うんですけども、なんかこう、熊野の筆が世界へ出たような感じで、本当、なんか嬉しく、思いました。で、熊野を宣伝していってくれる、熊野ではもう有名なキャラクター、筆林です。平成24年10月に、熊野の観光大使に任命されました。本当役場の商工観光課の方とこの筆林が熊野筆を PR にいろんなとこへ、出ていっていただいております。本当感謝しております。私もですね、筆に本当幼稚園の子供さんとかちっちゃい頃から人気ありまして、そういう人気にあやかろうと、封筒に筆林をちょっと貼り付けさせてもらいました。これはちゃんと熊野のですね、使用の申請を出して承認いただきやっております。皆さんもぜひ使っていただければ、でまた筆にもフェイスブックされてますので、いいねわかるかどうか皆さんわかりませんが、いいねよろしくお願いします。まあ最後になりましたが、まあ何事にもチャレンジ、いろんなしたいことがたくさんあります。まあ、ちょっと、考えているところを言いますと、海外向けのインテリアの筆とかですね、まあ、外国では結構扇子とか、竹で編んだ籠とかですね、そういうものが部屋のインテリアとして使われております。筆もですね、道具であって使うばっかりではなく、インテリアとしての、筆もあってもいいんじゃないのかなと思い、今考えております。あと、競走馬の記念筆とですね、あとは動物園とコラボして、動物園結構動物死ぬみたいで、ガイドさんが死んだ動物の毛で何とかならんもんかねって言われて、問い合わせがあったことがあります。あ、そういうのも面白いですねって言ってちょっと答えたんですが、あとは筆でね、固定をされた人がいないんで、筆で固定をしてみたいなとか、言えばキリがないぐらいいろいろありますんで、ちょっとずつね、実現できるよう頑張っていきたいと思います。本日はご清聴いただきありがとうございました。はい、サネムさんどうもありがとうございました。あ、もうちょっと、そう逃げないでください。本当に、若いのにというと失礼ですけども、大学卒業直後に、まあ、家業継がれるという決断をされて、まあ、今こうやって、一生懸命取り組まれて、まあ、実際にその伝統工芸士、熊野でも22人、しかいらっしゃらないわけですよね。22人しかいらっしゃらない伝統工芸士もですね、まあ、取られるということでも大変頑張っていらっしゃるわけですけども、伝統工芸士っていうか、やはり伝統工芸品っていうのは、まあ、日本全国でも、まあ、広島県内でも、あとは宮島堀と、仏壇ですよね。で、若い人のこの技術承継っていうのはなかなか問題になってるんじゃないかと思うんですけども、サネモリさん自身はどういうふうに、そういう若い人の証券についてお考えですか？ご本人、まあ、やってらっしゃって。やっぱりその、まあ、割のいい仕事というか、うん、まあ、それをして、ね、まあ、早く言えば儲かったり、うん、いい目を会えるもんだったら、やる人もたくさん、
いるじゃないのかなと、うん、今現在そうでないじゃないのかなと思いますんで、うんうんうん、だからまあどういうふうに考えてそういう伝統工芸の道に入るかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、私は逆にやる人がいないんで、ある意味それは美味しいんじゃないのかなと、うん、なるほど、はい、っていう考えもあって、やっぱりこういう業界に入った、まあ、あとはその代々やってきたんで、そういうのをね絶やしてはいけないっていう気持ちもありました。実際にその、まあ、やってみて、はい、そのまあ、確かにさ参入される人が少ないので、こう希望が見えるなというふうにお感じになることもありますか？まあ、それじゃいけないんですよね。もっともっとこう活性化して、たくさんの人が入ってこられて、やっぱり競争しながらやっていくのがね、またいいものができると思うんで、そうならないといけないんですけども、やっぱりそういう市場がやっぱりどんどん小さくなっているっていうのがあるんで、どうしてもやる人もどんどん減ってくる現状はもうしょうがないのかなとは思います。まあちょっとそういう筆を出るところを考えたり、もっと市場を大きくしていかんといけないなっていうのは感じております。はい。はい、まあおっしゃる通りで、もう本当に、ある意味で言うと、まあ美味しい、楽で美味しい仕事だったらみんながやるわけですよね。だけど、楽でもないし、まあ美味しいわけでもない。けれども、まあ一つは、今お話になったように、多分、やはりここの伝統ないしは、その、家業として、ずっと長らく取り組まれてきたという、この責任感のようなものと、からもう一つは、そうは言っても筆というものが世の中からなくなるわけでもないから、必ずそこには、まあ、チャンスがあって、それを、まあ、見出していかれたいと。で、実際に、さっきの、このストラップとか、含めてですね、まあ、いろんなことに取り組まれてて、まあ、実際これがぼちぼちとおっしゃいましたけども、まあ、どれくらいかはわかりませんけども、あと、まあ、いろんなことをね、インテリア筆だとか、競争場筆とかですね、動物筆とか、まあ、まあ、いろんな可能性があって、まあ、ただ、その伝統を守って安住するというだけではなくて、まあ、安住でもないんでしょうけども、それを守るだけでも大変なんでしょうけども、さらに新しいものを、こう開拓をして広げていくと、そのことによって、また、競争もね、あっていいんだというお考えでね、取り組まれていらっしゃるということでありますけれども、まあ、もう少ないし、人も少ないし、だんだんと市場も小さくなってくるから、もう大変だ、もう嫌だなっていうふうに思ってるだけだとなかなかそういうふうにはならないんだと思うんですよね。で、まあ、そういう意味でのその心の持ち方っていう、佐野森さんの、まあ、現代風のですね、この感じで取り組まれて、頑張っておられるというところに私も共感を持つんですけど、ちなみにもうこの筆もですね、結構話のネタになるんですよね。飲み屋なんかに行くと、これは何ですかとか言って、いや、これは実は広島では熊野っていうところがあって、というような話になってですね、で、これこう気持ちいいんですよ。熊野筆だから。ね、これ本当熊野筆ですもんね。そうです、そうです。はい。いや、気持ちいいんですよ。いわゆるこの、なんていうか、切ってない、そうですね。ね、穂先の筆だから気持ちよくてですね、いや、気持ちいいからやってみてくださいよって言うとみんな、ええー、とか言って、もうこれだけでね、結構話のネタになるんで僕は感謝してるんですけど。いえ、こちらこそ。ちなみに、もちろん熊野筆の宣伝を兼ねております。まあそういう守っていくっていうことは大変でもあるけれども一つその姿勢というかそのものの見方によってやっぱり大きくまあ挑戦の地平は広がっていくし、それに実際にそのああこうだったらいいなとか考えるだけじゃなくて、この実際にこの取り組まれることによってね、まあ変わっていくと、佐根森さんのような方がまあ一人二人、こう増えることによって、まあ、この熊野のね、筆産業っていうのも、ずっと続いて繋がっていくのかなというふうに、感じます。まあ、ちょっと余談になるんですけど、今日この、懇談会の前にですね、午前中、バドミントン連盟の、バドミントンの大会と、それから、馬上酒造の、大号令のですね、馬上酒造さんにお邪魔をさせていただいたんですけど、まあ、馬上酒造さんもそうですよね。もう、もう大手のお酒が席巻するところで、まあ、非常にこう伝統的な
お酒の作り方を守って、おられると。もう大変なんだけれども、大変なんだけど、その中にやっぱり喜びを見出しておられてですね、それが僕はまた新しい価値につながっていくんじゃないかなというのをすごく感じたんですけども、本当に、佐野森さんも、これから、まだまだ活躍でいただける、時間が長いわけですから、熊野筆の将来も楽しみかなというふうに私は感じました。この、熊野の伝統を守るために頑張っていただいてます、佐野森さんに、もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。ぜひね、筆の個展も実現していただきたいですよね。はい。それでは続いて、次の発表になります。次は、NPO 法人熊野健康スポーツ振興会の職員の、大戸千恵さんにお願いをいたします。大戸千恵さんは、熊野町におき、ます、スポーツ振興、障害スポーツの発展、子供の体力向上を目的として、様々なイベントやスポーツ教室の企画運営を行っていらっしゃいます。で、またご自身のですね、保育の経験を生かして、親子体操の教室を開催するなど、子育て世代の地域コミュニティの活性化に取り組んでいらっしゃいます。今日の発表のテーマは、地域で子育て、です。それでは、大戸さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。大戸千恵と申します。私もちょっと緊張しております。皆さん、よろしくお願いいたします。私は熊野町で、生まれも育ちも熊野町です。で、結婚後も熊野で今も住んでいます。専門学校を卒業して広島市内に就職したんですが、資格取得をするためにその職を退職をしまして、勉強をしながら熊野町の児童クラブで非常勤勤務をしました。その傍ら、筆の里スポーツクラブで親子体操の指導をさせてもらっていました。その後、NPO 法人熊野健康振興会の職員となり、熊野町のスポーツイベントやスポーツクラブの運営に携わっています。3年前に第1子を出産、1年半前に第2子を出産いたしまして、2度の育児休暇をいただき、その後、昨年11月に職場復帰をさせてもらいました。現在は育児短縮を利用して勤務をしています。育児と仕事の両立に毎日大奮闘しております。現在は NPO 法人熊野健康スポーツ振興会の筆の里スポーツクラブの事務局をしています。筆の里スポーツクラブは地域総合型地域スポーツクラブとして平成7年に発足しました。今年度は18年目を迎えています。総合型地域スポーツクラブとは、スポーツの得意、不得意、性や年齢などに関わりなく、地域の誰でもが継続的にスポーツに親しむことができるような環境づくりを目指すものです。その特徴は、多種目、そして多世代、多志向といったもので、地域住民にとっての公共性が保たれることのところにあります。筆の里スポーツクラブ発足当初の会員数は450人足らずでしたが、現在はその倍以上の1000人を超える会員さんが登録をしています。年齢層は幅広く、1歳から93歳の方まで元気に活動されております。皆さん自分自身に合ったスポーツを行い、日々健康の増進に励んでおられます。私はそのスポーツクラブで幼児体操と親子体操の指導に携わってきました。今からいくつか写真の方が出てくるんですが、この写真私が指導していた頃の写真となりまして、もしかしたら知っている方がすごいちっちゃい時の写真とかが出てくるかもしれません。お孫さんであったり、知り合いであったり、お子さんであったりが小さい時のことが出てくるかもしれないので、ちょっと目を凝らして見ていただけたらと思います。で、今は私はその育児休暇をさせてもらっておりまして、現在は
この教室、イベントなどの運営企画をしています。その親子体操は昨年から新しい指導者にバトンタッチして、親子遊び教室と改名しました。親子の触れ合いを大切にを心がけて活動しています。トランポリン。とても大きなトランポリンで、みんなこれに乗ってぴょんぴょん飛ぶことをとても楽しんでおります。また小さな平均台を使ったりして、みんな、こういったことで運動能力を上げていけたらと思っています。親子の触れ合いを大切に、ここを重点を置いて、で、あと、マット運動やリズムを使った運動遊びとかもたくさん行っております。また、季節を感じながら教室の方をやっております。こちらの写真は、外で草花を取ってきて、それをペタペタと貼り付けた冠をかぶっております。この子たち、今は小学校5年生になっている子たちですね。春はこういった お散歩に行ったり、草花を取って遊んでおります。夏にはプールで遊びます。このプールも参加している皆さんが持ち寄って、みんなで一緒に準備をして、水を張って、で、水鉄砲とか、こう、マヨネーズの殻とかを持ってきてもらったりして遊んでおります。秋はどんぐり拾いに、町民体育館の裏の山の方では、すごいどんぐりもたくさん拾えます。そこで落ち葉を見つけたり、新しい発見がたくさんあります。虫とかを触れなかった子が、お友達がみんな触ってるから、一緒に触ってみたり、で、ビニール袋に詰めて、すごいたくさんビニール袋が足りなくなったりとか、たくさんいろんなものを集めて、みんな楽しんでおります。あと、冬は、冬の風物詩ですかね。サンタさんが登場して、クリスマス会を行います。こう初めて見る子たちもいて、こんなサンタさんの格好に驚いたり、みんな大盛り上がりで楽しい会になっております。私たちは本当、子供たちの笑顔が見たい、元気に走り回る姿が見たいな、と活動しております。昨年、2度目の育児休暇の時に、当時2歳の娘と一緒に、このスポーツクラブの親子遊びに参加しました。指導者としてではなく、生徒としての参加です。うちの娘になります。どんぐり拾いに行きました。で、その親子遊びに参加をしてみて、本当にこのクラブの大切さっていうのをすごく再認しました。身をもって思いました。子供だけでなく、私自身もとても楽しく参加でき、同じ年齢の子供を持つお母さんたちとの情報交換や、お悩みを相談したり、いろんなことをお話ができて、とても気分転換になる時間を過ごせました。で、顔見知りの人が町内にいる、増えるっていうことで、外出をするのもとても楽しくなりました。街とか、買い物を行っても、知ってるお母さん、知ってる方が増えて、子供たちも知ってるっていうことになると、本当に楽しく外出もすることができました。また、教室では先週できなかったことが今週できたよとなると、教室のみんなが、参加しているみんなが喜んでくれ、その場にいるみんなで、こう、励ましてくれたりとか、するっていうのも本当に良か、いいなと思います。悩んでいると大丈夫と背中を押してくれたり、その場にいるみんなが、自分の子供だけでなく、みんなの子供の成長を見守って、一緒に子育てができてるなっていうのが感じました。この親子遊び教室は教室を通してコミュニケーションの場となって参加している親子の心を明るくしてくれる場になってるんだなと感じました。これはちょっと上下しましたね。すみません。どんぐりで工作遊びをした時の作品です。で、また出産してみて初めて経験したのがなかなか自分の時間っていうのが持てないなということでした。育児は24時間フル稼働です。自分のための時間は本当皆無だなと感じました。私は幸い実家が近く、母に子供を見てもらって歯医者さんや病院に行くことができました。ほんのちょっとの間でも子供と離れ自分のために時間が使えるっていうことがどんなに素晴らしいことか、
そしてちょっとの時間、そのちょっとの息抜きの時間が本当大きな息抜きの時間、原動力となって次の子供と向き合えるんだなっていうのもすごく感じました。やはりお母さんが元気だと家庭も明るくなる。いつだってお母さんにはキラキラと輝いてほしい、そう思います。子供たち自身の願いでもあり、お母さんたち自身、すみません、お母さんたち自身の願いでもあり、家族の願いでもあると感じます。お母さんの健康や幸せは、家族みんなの健康や幸せにつながっていると感じています。そんな思いを感じ、この5月から、新しい教室として、ママヨガっていうのを開催を考えております。育児中のお母さんを対象にしたリフレッシュヨガです。この教室は託児付きっていうことが大きなポイントになっています。なかなか手が離れない子供さんたちを、こう託児を一緒にすることによって、お母さんたちのリフレッシュできる時間になったらいいなと考えております。お母さんたちのヨガを行う教室と、お子さんたちを見る託児室を離して、ちょっとの間子供さんにはお母さんと離れることを我慢してもらって、その時間、お母さんたちの充電時間になったらいいなと考えております。で、この託児ですね、託児には、有資格者の方にもちろんいてもらって、その方たちにお任せをするのですが、その方たち以外にもボランティアの方々をお願いしようと考えております。ボランティアの方には、筆の里スポーツクラブの会員さんにお願いをしようかなと考えております。この筆の里スポーツクラブの会員さんには、先ほども言いましたように、93歳までの方が幅広く活動されております。で、その中から、こう、ちょっとお話をさせてもらって、集まっていただいたボランティアの方っていうことで、本当に子育てに関してベテランの方がとても多くて、とても頼りになると期待しております。で、そこがこの教室、ママヨガっていう教室のもう一つの隠れた魅力だと思っています。普段接点のないベテランママとの交流が生まれて、地域の目で子供を守ってもらうことができると思います。またこういった託児でお世話になったベテランママと町内で会ったりしたときに声をかけて、そこから交流が生まれるっていうのも一つあるかなと感じております。4月22日、明日からなんですが、募集が始まります。まだどのくらいの方に参加いただいて、どのくらいの方が集まって、どんな教室になるかっていうのが全く初めてのことなので予想ができませんが、本当育児中のお母さんが元気になってもらえるような、そんな教室になったらいいなと考えております。引き続き私自身もいろんな研修会や講習会とか参加をさせていただき、いろんな勉強をさせてもらってスキルアップを努めていきたいと思います。そして我が子もまだまだ小さいので思ったように活動できないかもしれませんが、そういったことも一つの経験として家族を巻き込んで、そして周りを巻き込んで協力をしてもらいながら、そしてそんなことを活かしてできるだけ皆さんにいろんなことを伝えていけたらいいなと思っております。試行錯誤をしながら手探りでの活動にはなっていきますが、子育て世代を対象とした企画をどんどんと考えていきたいなと思っております。合わせて世代を超えた交流を行って、地域のみんなで子育てのしやすい街づくり、環境づくりを目指しチャレンジしていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、お年さんありがとうございました。ご自身も、お二人の子育て中ということで、もう本当にね、それだけでも大変だと思うんですけどもね。これまでの、いろんな活動で、今は企画とを、携われるようになっていらっしゃるわけですが、ご自身の経験を通じて、このママヨガ。そうですね。というのを企画されたわけですよね。はい。やっぱりちょっとでも離れて何か自分のための時間ができるっていうのが、すごく大きな時間になるかなと感じました。思ってますね。もちろんお仕事。企画に携わっていらっしゃるんですけども、なんていうか、そういう工夫っていうか、ママ、
の中でも、まあ、うちの、ね、まあ、自分の妻のこと言うと、まだいろいろ問題があるんで、あのやめておきますけど、あの、まあ、人によってはね、もちろん、いやもう忙しくて大変よというふうに、こぼすだけの人もいるかもしれませんけれども、まあ、実際に自分のお仕事にも関わっているからということではありますけれども、その経験を使ってね、そのママに笑顔が、こう浮かぶような、そんなことを実際にやられるということですよね。楽しみですね、これから。そうですね、こう皆さんに、たくさんの方に参加してもらって、こう元気になってもらえたらと思っております。これは復帰企画第1号ということになるんですか？そうですね、新しい企画としては、新しい企画としては第1号、はい、はい、そうなります。なるほど。これまでは、これまではというか、まあ、お子さんが生まれるまではね、子どもたちの笑顔、それを自分が、まあ、先生として、あるいは指導者としてね、まあ、作っていらっしゃった。で、今度はママの笑顔を作ろうということで頑張って企画をされて、でしかも、ママの笑顔っていうだけじゃなくて、その地域のね、ベテランママを託児に引っ張ってくると、これもなかなか難しいじゃないですか。できたらいいなと、そしてこう交流で皆さんでワイワイとできたらいいなと思っております。そうですよね、今地域のつながりっていうのがやはり大きな課題になってますけども、少し一工夫をすることによって、まあこういうとあれですけども、まあ、お金もたくさんかからずに、ママは喜んで、地域のつながりも増えて、まあ、すごくいいことですよね。で、それも本当に最近はもう地域のつながりがなくて困っても大変だよねと言ってるだけじゃなくて、まあ、本当にこの形にしちゃうということ、やっぱりそれが僕はすごく大事なことっていうか、そういうことじゃないかなというふうに思うんですよね。今この筆の里スポーツクラブ、熊野健康スポーツ振興会ですけれども、こういう職員でね、お子さんのような職員がいらっしゃる、それで頑張ることによって本当に熊野町になんか幸せが広がっていくような感じがしますよね。今本当にみんな皆さんの健康、そしてみんなの笑顔のために頑張っていらっしゃるお子さん、もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、本当にね、幸せですよね。結構、まあ、私は広島市の中区に今住んでますけど、なんかああい こう子どもの運動教室とかやろうと思うとすごくお金かかるんですよね。それがすごく身近にできるっていうのはすごくありがたいんじゃないかなというふうに思います。それでは続いて、次の発表です。次は、熊野高校3年生の平田海君と、三島萌さん、そして2年生の中村美里さんにお願いをいたします。で、平田君、三島さん、中村さんの3人ですが、まあ、3人が通われている熊野高校では、筆の里高校と共同して学習や研修を行って、熊野筆に関する知識を深め、独自に熊野筆検定の問題を作成し、その上級位の取得に取り組んでいらっしゃるということであります。また卒業後も熊野筆を愛して情報を発信していく熊野筆応援団になることを目指していらっしゃいます。発表のテーマは目指せ熊野筆ジュニアマイスターです。それでは平田君、三島さん、中村さん、よろしくお願いします。これから熊野高校の発表を始めます。気をつけ、礼。熊野高校は2年前から県教育委員会から支援されている。私たちの学校は日本一事業に取り組んでいます。テーマは熊野筆検定の合格者数日本一です。活動スローガンは目指せ熊野筆ジュニアマイスターです。活動内容はまず校内や地元の連携先で研修を行い、次に熊野筆検定の問題を作成し、全校生徒で検定学習会を行った上で検定を実施し、1級から3級の合格者数日本一を目指します。また連携先に熊野筆ジュニアマイスターの称号を認定していただき、1級取得者に授与することも考えています。
最終目標はご覧の通りです。次にこれまでの取り組みを簡単に紹介します。1年目は第1回校外研修を行いました。2年目は第2回校外研修を行い、それをもとに検定問題を作り、振り組みや事務局や筆の里工房の学芸員さんに指導助言をしていただきました。また本校は県教育委員会主催の起業家精神育成事業にも取り組み、熊野筆をデコアートして萌え筆を作り、文化祭で100組完売しました。次にこれまでの活動を写真で紹介します。校内学習会の様子です。地元の筆企業見学です。筆関連企業を見学しているところです。筆の里工房で学芸員さんから説明を受けています。伝統工芸士さんから筆作りを学びました。筆作り体験をしました。萌え筆組み立て作業です。萌え筆をスワロフスキーのクリスタルガラスでデコアートしています。完成した萌え筆です。文化祭で萌え筆を販売しました。文化祭でクーラス対抗で筆に関するクイズ大会予選を行いました。中庭の特設ステージでクイズ大会決勝戦を行いました。3月の終業式で起業家精神育成授業の報告をしました。日本一授業の報告もしました。今年度は日本一授業の完成年度になります。熊野筆検定を完成させて校内で検定を実施し、本校生徒の 30% 以上が3級以上を取得し、何人かの熊野筆ジュニアマイスターが生まれることを目標に取り組んでいきます。日本一授業を通じて熊野高校が熊野筆に関する知識や素晴らしさを地域社会に向けて発信し、地元の筆産業を盛り上げていきたいと考えています。こちらでご清聴ありがとうございました。はい、ではここで終わりじゃなくて、まだもうちょっとあるんですけど、ではここで湯崎知事とここに集まった皆さんに、実際に今私たちが作っている熊野筆検定にチャレンジしていただきたいと思います。はい、では正解者にはちょっとしたプレゼントがありますので、正解するように皆さん頑張ってみてください。はい、それでは第1問は3択問題です。熊野町観光大使である筆林の好物は何でしょう。1アイスモナカ、2二重焼き、3プリン。はい、では分かると思った方は手を挙げてもらっていいですかね。はい、ではそちらの方、はい、プリンです。はい、正解です。はい、おめでとうございます。ということで正解した方にはちょっとしたプレゼントをお渡しください。はい、おいしそうですね。はい、では続いて第2問も3択問題です。熊野町筆祭りで榊山神社の参道や鳥居に筆が吊り下げられていますが、その通りの名前は何でしょう。選択肢は1000本の筆通り、2、1万本の筆通り、3、10万本の筆通りです。はい、それではこちらの問題が分かった方は手を挙げてもらってよろしいですかね。はい、そちらの方。では正解です。はい、おめでとうございます。それでは景品をお受け取りください。はい、では続いては第3問なのですが、選択肢がありません。熊野町の統一ブランドマークの黒は書、黄色はがを表していますが、赤は何を示しているでしょうか。湯崎知事いかがですか。化粧筆。正解です。おめでとうございます。さすが、さっき答えを教えてて。そうですね、先森さんに出たのでちょっと心配だったんですけど、まあ復習としてここに来ましたので、はい、分かっていただいてすごく嬉しいです。では はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ではこちらで問題も終了しましたので、熊野高校の発表は以上となります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。なかなか楽しいプレゼンテーションで、ちなみにこの熊野筆検定ですけどね、はい、熊野高校以外にこうやられるっていう計画はあるんですか。そうなんです、そこなんですよ今、このそこが問題になっていて、今学校で検定すらできてないんで、今検定の問題をもう200問近くできている状態なんですけど、そこからまた冊子とか作って、まずは校内でそれを実際にやって、そこから地域でどんどん広めていこうと考えていますので、地域の皆さんもどうか一緒になって協力してください。お願いします。熊野高校以外に、小学校中学校、はい、でできれば熊野町以外のところにこうできるとすごいですよね。そうですね、その中で一番取ったらもう日本一と。まあ、でもそれを取る前にね、熊野高校だけでやったらもう自動的に日本一ですから、もうそれでもう日本一歌っちゃえということでいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それよりもこうやってみんながこう、ね、一生懸命問題を考えてくれてですね、でこの学校でも実際文化祭でクイズ大会とかやったりね、はい、で地域に出かけていってその指紋作りをするっていうところ、それ自体でもうすごくこうなんていうか地域とのつながりも深くなるし、なんか楽しい活動になるんじゃないかなと。それがまた何人かの人はね、次の世代というか曽根森さんみたいにまた筆職人になりたいっていう人も出てくるかもしれないですよね。ということで本当にこの熊野の筆、これも伝統商芸の一つだと思いますけども、頑張っていただいている、熊野高校3年生、2年生の3人、平田海君、西村萌さん、そして中村美里さん、もう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか僕がこれもらったのなんかズルしてするんですが、それでは次の発表、最後になります。次の発表は熊野中学校